うん、出てつく。新聞がね、結構硬めやから。ちょっと煙出てる。で、新聞に、あ、ほんまや、ついた。ついた？新聞に煙が出てます。煙だけ。新聞にとりあえず火を移して、あとは放置する。ついたっぽい？まだ火がついてない。見えへんの？見えへん。ついたな。しかもこう周りに民家があったらちょっと難しいですね。まあまあできひんわ、うん。でも民家でほらあれバーベキューする。見てほしいんだよね。何回もか。一回じゃダメなの？一回じゃダメだよ。話見たじゃないの。今見た、まあ、何回見ても違うんだ。いやいや、よかったよかった。うん、いつも行き当たりばったりで。ありがとう。やっぱ過去最高の炭が行けたな。でも2個も当たりやし。うん、スーパーな。マックスバリュー避けただけだ。あったら。いいよ、何がもう食ってんの？今日先生、ゆあちゃんとこ行くのもめっちゃいい天気やから楽しいよ。このミュージックはね、いいっすね。これでも音楽、あれ削除されるかもしれない、下手したら。あ、そうか、うん、この間はあの、小倉さんのバンドの、うん、また来てるあそこ。お、来た。取ってやろう。俺、あれ。行ってくる？行ってきます。はい。行ってらっしゃい。45歳の人はちょっと年上すぎる。45歳。ちょっと年上すぎる。俺写さん、顔写さんとこれは写しって写りました。いや今日はあとは手羽先がありますね、まだ、うん、いい炭や、今日は最高やわ、池田さん、これは。笹燃えるんですか、うん、おお、着いた。
おお、飛んできそうやな。それは何、ちょっと応用を聞かしたら編集的にはまあまあ、はい、大丈夫なもんな。大丈夫です、全部全部つなげて一本にまとめ時系列でやるんで。あったかい、今年最後の七輪部屋。おー、いい日になってきた。イガグリ効果やこれ。イガグリ抜く。